速トレーニングに目を移していきましょう。皆さんの目の前のプールには一頭のシャチがやってきています。今回の公開トレーニングを頑張るシャチ、アースです。アースは現在15歳の若いオスのシャチです。アース、バッチリだったよ、ありがとう。皆さんに早速ご挨拶にやってきてくれましたね。トレーナーのところへと戻ってきました。この後は皆さんの目の前へとやってきますよ。勢いよく潜り込みました。今回の公開トレーニングはアースが頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。たくさんの拍手ありがとうございます。ではアースの紹介が終わったところで、シャチとは一体どのような生き物なのか映像を使ってご紹介します。大型画面をご覧ください。シャチは世界に約90種類生息しているクジラやイルカの仲間です。赤道付近の暖かい海から南極や北極といった冷たい海にまで世界中の海に生息しています。世界中ということで、もちろん日本の周りにも住んでいるんですよ。実はここ名古屋にもやってきたことがあります。こちらは2000年のニュースの映像ですが、この時名古屋港水族館の近くを流れる堀川を飛鳥神宮のあたりまで泳いでいったんです。ではそんなシャチたちは海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。またイルカも食べます。アシカやアザラシも食べますし、ラッコやペンギンまで食べるんですよ。時には自分たちよりも体の大きなクジラを群れで襲って食べたり、サメさえも食べてしまうんです。世界中の海に生息し、海のいろいろな生き物を食べてしまうシャチは、まさに海の王者の名にふさわしい生き物です。では再びトレーニングの様子を見ていきましょう。アースとトレーナーは皆さんの目の前のプール左側の方にいますね。ここからシャチの体をご紹介していきます。器用に大きな胸びれを振っています。シャチの胸びれは丸い形が特徴です。あの丸い胸びれの中には、私たち人間と同じように5本の指の骨が入っていて、器用に動かすことができるんです。胸びれは泳ぐ時の方向転換やブレーキの役割を果たしています。左側のお客様胸びれを持ち上げ、勢いよく振り下ろすと大きな音が鳴りましたね。当館の北館2階進化の海のコーナーでは、シャチの骨格標本を展示していますので、ぜひ先ほどご紹介した5本の指の骨を探してみてくださいね。トレーナーと一緒に場所を移動して、右側のお客様の前までやってきました。近くで見るととっても大きいですよね。ここではアースの自慢の尾びれを披露です。現在のアースの尾びれの幅はなんと2メートルもあります。この大きな尾びれをシャチたちは上下に振ることで泳ぐ時の推進力を得ています。ちなみにアースの尾びれはまだまだ成長中です。
これからも大きくなります。シャチの口の中にはたくさんの歯が生えていますが、魚は丸飲みで食べるんですよ。トレーナーの合図と一緒に伸び上がってジャンプを披露しましたね。アースが種目を披露すると、前の方にお座りのお客様には海水がかかりますので、十分お気をつけください。さあ、ではここでアースの大きな体全体をご覧いただきましょう。ステージに上陸です。現在の体長は 5.9 メートルあり、日本で飼育されているシャチの中で一番体が大きいです。バッチリポーズも決まっていますね。では体の紹介が終わったところで、世界中のシャチたちの狩りの様子を映像でご紹介します。再び大型画面をご覧ください。こちらはカナダのジョンストン海峡です。はじめにシャチはさまざまな生き物を襲って食べているとご紹介しましたが、同じシャチが魚からクジラまで何でも食べているわけではありません。ここにはサケばかりを狙って食べるシャチが住んでいます。とってもグルメですよね。こちらはアルゼンチンのバルネス半島です。ここはアシカの仲間オタリアが子育てをすることで有名な場所です。ここに住むシャチは浜辺に乗り上げてオタリアの赤ちゃんを襲います。何度も練習してこの技術をマスターするそうです。続いてこちらはアラスカです。ここは北極にほど近い場所ですが、夏にはコククジラの親子がたくさんやってきます。シャチが親から子供を引き離してしまいました。そして子供の息ができないように海の中へと沈めてしまいます。最後にこちらは南極のロス海です。氷の中でアザラシたちが休んでいます。ここに住むシャチたちは群れの仲間と協力してタイミングを合わせ、大きな波を起こしアザラシを海の中へと落として食べてしまいます。このようにシャチは世界各地でさまざまな餌の取り方を発達させてきました。手当たり次第に何でも食べるというわけではなく、私たち人間と同じように食文化のようなものを持っていたんですね。狩りの仕方は地域によっても様々なんです。では再びトレーニングに目を移していきましょう。アースは今左奥のプールにいますね。再びトレーナーのところへとやってきます。この後はアースのダイナミックな姿をご覧いただきます。プールの近くにお住まいのお客様には大量の海水がかかりますので、濡れては困るお客様は今のうちに上の方へとご移動ください。前から3列目4列目までにお住まいのお客様には想像以上の大量の海水がかかります。トレーナーの合図を見てアースがジャンプの助走に出発しました。勢いを見せて左側で豪快なジャンプが決まりました。温かい拍手ありがとうございます。今のように体の側面から着水するジャンプは野生のシャチたちが多く行います。そのような行動はブリーチングと呼ばれているんですよ。この後もアースが皆さんの目の前でジャンプを披露します。繰り返しのご案内とはなりますが、前の方にお座りのお客様には想像以上の大量の海水がかかりますので、十分お気をつけください。
トレーナーから再び合図が出ました。続いて披露するのは空中で体をひねらせるとっておきのジャンプです。うまく決まるでしょうか。奥の方でスピンジャンプ、見事決まりました。大きな体を見事にひねっていましたね。アースの現在の体重は 3.3 トンもあるんです。そんな重たい体を尾びれ一つの力で持ち上げジャンプを披露しています。尾びれはとっても力強いですね。ちなみにそんな体の大きなアースが一日に食べている魚の量はなんと90キロ以上です。馴染みの深い魚を与えています。再びトレーナーと目を合わせてジャンプへと出発です。披露するのは連続ジャンプ。プールの一番深いところから助走をとって、まずは奥の方で1回目、もう一度助走をとって右側あたりで2回目、大迫力なジャンプが決まっています。トレーナーの近くで3回目、連続ジャンプが決まりました。たくさんの拍手と歓声をありがとうございます。トレーナーからたくさん褒めてもらいましょう。先ほどご紹介した魚以外にも氷や水で作ったゼリーも与えています。それらもシャチたちにとってのご褒美になるんです。先ほどからアースはしっかりとトレーナーのサインを目で見て種目を行っています。そんなシャチの目は顔についている白い丸い模様の少し前についているんですよ。深く息を吸ってプールの中へと潜り込みました。最後に披露するのは背中側から着水する豪快なジャンプです。皆さんはステージ近くにご注目ください。
また南館では左側の遊歩道からのご移動が便利です。より一層の分散退場をお願いいたします。この後大型画面においてシーク係が知床羅臼へ野生のシャチのフィールド調査に出た時の動画を上映します。そちらもどうぞお楽しみください。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお過ごしください。